全然寝れてなかったりとかですかね。あ、なんかね、変な夢見て覚めてみたいな、うんうんうん、結構いろんな悪い夢いっぱい見るかも。あ、なんか昨日親をピンタする夢見ました、うん、目覚めが悪いですね、それは。そう、めっちゃ親にムカついてるからめっちゃ殴ってました。もうそれストレートに願望が出てる。しかもなんかケーキ食べながら親殴っててそう、ケーキ食べたいっていうのも願望。そっか、そう、ケーキ食べたいのと親を殴りたいのも両方ミックスされたんですね。そう、同時に。ひどい。なかなかなんか映画みたいですね。まあ、プライベートが辛いっていうのは本当に困りますね。そうなんですよね、うん、なんか年々親がわがままになってて、まあ、難しいですね。身内はなんかあんまり周りも口出せないし、そう、距離の置き方も難しい。難しい、本当それはそう。なんか見放したらこっちが冷たいやつ扱いになるわけです。ああ、まあね、難しいですね。まあ難しいですね、はい、ただまあどうなのかっていうのは、なんかでもその言っても関係ないですからね、周りがどう思うかって。なんかもう、もう多分理解してくれない人は何でも理解してくれないし、あ、でも多分もう一人の自分が指定してくるんですよ。そうか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 、まあね、確かに。そう、いいのか親を見捨ててみたいな。まあまあ分かる分かる。あの、やっぱり日本人としてというか人間としてというのか分からないですけど、概念としてやっぱり親を大事にしようよっていうのがやっぱりあるから、たとえ理不尽なわがままだったとしても、そう、なんかよほど大きなエピソードがない限り、なんか縁切りづらいから。確かに縁を切るっていうのになると、なよっぽどのことがないとっていうのは確かに思いますよね。そうそう、なんかもうほぼ虐待されて育ったとか、そういうエピソードがないと。確かに確かに、それこそそれお前のわがままじゃんけって なっちゃいそうですもんね。あの、親を見捨てたって、わがままだから見捨てたって言ったら。そうなんですよ。わがままぐらい聞いてあげなよ、育ててもらったんだからみたいにね、なっちゃいますもんね。うん、確かにな、な。ただ、なんていうのかな、なんかそれ、需要できるキャパシティがあるときとないときってありますからね。うん、なんか、いつでも。でね、それを要求されるというか求められるのは困りますよね。召使いじゃないから、うんうんうん、いいですよね。そうですよね。まあそれぞれに、まあなんていうのかな、うん、こっちのね、まあ、タイミングとか都合とか体調とかありますからね。なんか何でもかそれに親の言うことに言いなりにはなれないっていうかね。うん、てか、なんか言いなりになりすぎて、なんかもう取り返しつかないほど病んでる人とかいるじゃないですか。うんうん、あれもやばいですよね。そうですよね。それぞれの人生ですからね。なんか私はまあやっぱりそのできる範囲でいいんじゃないって思いますね。うん、意外と誰かが何とかしてくれるってあるじゃないですか。うん、あの、なんだろう、ちゃんと手続きとかさえすれば、うん、その役所なり何なりっていうか各種行政機関とかあるわけだから、なんか病院とかね、いろいろそれぞれの役割があるから、子供が全部受け負う必要なんて全然ないわけなんで、うん、まあね、もちろんね、あの、まあ、家族の協力っていうのは、まあ、求められるものではあるけれども 100% ではないですからね。なんかいろいろとなんか自分が辛かったら頼っていいと思うんですよね。なんか昨日も、うん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 、親が
がマッサージ行きたいって言うから、まあ、近くのマッサージ屋さん前もって予約したのに、はいはい、なんかもう直前でやっぱ行かないとか、何それそう、お店にも迷惑、うん、本当そうですよね。でその行きたくない理由も言わないし、なんか今日は歩きたくないからタクシーで行けないなら行かないとか、でも年金生活者だから、そうか、そこまでね、そっか、そう、まあ、マッサージもそんな安くないから、まあそうですよね、そう、毎週毎週タクシー、まあそうですよね、そんなそれはちょっと贅沢すぎる。そうだから歩こうってなんか車椅子用意するからなんか一緒に歩こうって言ってるんだけど、嫌だ、じゃあもう行かないみたいな。へえ、何なんだ、もうちょっと子供みたいですね。そうそう、子供だよね。なんだ、そういうわがままにめっちゃ毎回振り回されてる感じですか。 うわー大変で、断る電話も気まずいじゃないですか。いやーね、そうですよね。それだったら本人がせめて言ってよって感じですね。 そうあなたが電話してくださいねって感じですよね。まあ、お母さんかお父さんかわかんないけど、お母さんなんです。なあ、お母さんね、じゃあお母さんが言ってよって思いますね。言ってよって言ってるの毎回嫌だみたいな、気まずいからお前がやれみたいな。最低最低ひどすぎる。昨日もわざわざね、電車で地元まで行ってそれ言われてたから、それは辛いというかムカつきますね。そりゃ殴る夢見ますわ。しかもそれが1回や2回じゃないってことなんですよね。そうなんです。まあなんか毎回のようにというか、そう、距離を置こうかな。いやー、そりゃそうですね、そうなるわ。私なんかめちゃくちゃなんていうのかな、器がちっちゃいんで心の器が小さいので、許しがたいのでいや絶対自分で出かけなって言って、じゃあ知らないって言って、もうその本人の名前伝えてあるから、うん、もうあなたの予約ってことになってるんだからっていう風になるからと思いますね、そんな優しくしないな。だって優しくしちゃうとまたつけ上がるっていうか、そうそう、本当そう、この前はやってくれたじゃないかみたいにやるのが当たり前になりそうだから、うん、何でもはいはいってもうやってあげるのはよそうと思って、なんかね、そのリハビリ的にもそう言いますもんね。例えばちょっと歩きづらくなったからって言って、手助けしてあげる、取ってあげるみたいにしないで、自分の足で頑張りなみたいな、捕まりながらでも行きなみたいに、一見冷たいようだけど、それをすることで、まあ、本人の体力だったりとか筋力だったりとかを衰えさせないっていう工夫っていうかね。そうなんですよ。そう、結局だからその親のガンパも、なんか400メートルぐらいの距離でもタクシー使うとするから、もう足腰弱っちゃって、歩けないんですよね。あらあら、そう。だからそのリハビリも兼ねて頑張って歩こうって言ってんだけど、した方がいいと思う。聞いてくれない。だってまだそんなに高齢じゃないですもんね。そうなの。なんかね、もうその80、90になって、よぼよぼな人に無理しろとは言わないけど、アンケートとか言ってるのはひどいと思うけど、じゃまだまだ頑張れば戻れるっていうかね、ちゃんとやってればだんだんついてくるから、無理し、最初はちょっと無理しないとやっぱりね、その習慣にならないから。いや、全く運動しないから筋力がなくなって、体重支えられなくて歩けないみたいな。感じだから、まあじゃあ単純な、まあ肺寄せ萎縮っていうやつだったから、まあ使えば戻るよっていう感じですもんね。そう、1分でもいいから歩く習慣をつけるからやらないから、なんかちょっと、自分もなんかそうなるんだろうなと思って、やっぱ運動大事だなって大事本当でもそうですよね、めんどくさがるともう人間どんどん落ちていくっていうかね。そう、やっぱりその気持ちがね大事ですからね、やってみようって少しでもねあれば、だんだんそれに応じてね、体力もついて筋肉もついてってなるけど、やらなきゃやらないだけどんどん落ちていっちゃうから、ますますねできなくなっちゃって、ボケちゃいますよね、そんなしてたら。そうなんですよ、よくないですよね。よくないですよね。
周りも大変ですしね、いちいちなんかそう、まだそんな介護する年でもない、うん、ないないない、うん、介護しなきゃいけないことになっちゃう、なっちゃう、うん、ねえ、なんか変な話ですけど、その分長くやらなきゃいけなくもなりますしね、介護生活をね、まあ、なんか何十年もね付き合わなきゃいけなくなるっていうか、それは嫌ですよね。本人だってね、楽しくないじゃないですかね、結局その誰かがついてくれないと何もできないになっちゃったらね。そう、なんだろう、まあね、なんかやっぱりちょっとそういうの甘えてるっていうのもあるんですかね。ねえ、まあ、確かに頼られる方がたまったもんじゃないですね、そんなこと。なんかさ、それ可愛げあるんだったらやってあげようって言うんですけど、可愛げがゼロだから、あ、感謝もない感じなんですか。そう、感謝ないからそこわがまま言えるんですよ。あ、それは良くないですね。ママさんだってまだまだね、自分のやりたいこととかいろいろね、必要なこともいっぱいある中で時間割いてね、行った結果がそんな、なんかやっぱやらないとか行かないとかって言われちゃうとね、何のために来たと思ってるんだみたいな、本当にね、もはやなんかもう帰りの電車泣きそうになりますから、虚しくなっちゃう。そうですよね。なんかこう元気になってほしいっていう気持ちでね、いろいろ働きかけてるのになんか無駄にされてるみたいで嫌ですよね。全然親孝行してると思いますけどね、なんか、だからそれでも伝わんないって、結局いろいろやってあげても、なんか子供を産まないやつはクズだとか、ひどい、ひどすぎる、何それ、もう古い考え方だから、それはだけどショックですね。そう、それはひどいなちょっとね、毒親感が出てきて出てますね、それあれなんですかね、ママさんが女の子だからそういうふうに言われるんですかね。例えば息子さんで子供を作ってないってなっても、やっぱり子供早く作れなのかな、そういう価値観なんですね、どっちにしろ、でも今結構ね、結婚しない人もいるし、子供を、まあ、作りたくてもできない人もいるし、そうだね、そういうこと、ちょっとデリカシーがないですね。ないです。ねえ。まあ、もう大人なんだしね、そんな口つ出さないでほしいですね。あんまりね、低く言われると。なんか、ストレスでできるものもできなくなりそうですよね。確かに。そういうのは、やっぱりちょっと任せておいてほしいっていうか、ね、あんまり親が言うことではないなと思います。もうそれならいいよっつってやりたくなくなっちゃいますね、本当にね。なっちゃう。うん。なんかな、なんだろうな、そうですね。やっぱこう、人間だから、感謝してもらったりとかがあると頑張ろうってなるけど、なんか文句言われたりしたらね、なんか やる気なくなる。なるなる。ほんと、メイドさんじゃなくて。いやね、ほんとそうそう。せめてじゃあメイドならお金をくれとか思いますよね。雇われてやるからお金を出しなさいって思う。それに見合ったものがなかったらやっぱね、やっていけないですよね。仕事だと思えばまだ割り切れるけど。一番困ってるのは今親問題って感じですか。あ、まあそれと並行してなんかまあやっぱ活動のこととか、ああそうですか、やっぱ相変わらずこう勘違いしてる人とかが多いです、多いですか。ねえ、個人だと結構そういうのこういちいち対応しなきゃいけないのが辛いですね。
疲れ様でした。いかがですか今ご気分は。あ、結構、はい、リラックスしました。あ、本当ですね。あの見比べたら最初よりも姿勢もいいですし、表情もやっぱり柔らかくなっていて、ちょっと赤い、うんうん、血色が良くなっている感じですね。ママさんの、ね、あの情報はインスタで写真がいっぱい出てて、ツイッターでいろいろと正解だったりとかですかね、はい、正解っていうののお知らせを出してくれたりするので、はい、フォローしてください。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ももはさんのね、そのインスタ、ツイッターのリンク貼っておきますので、興味あったらぜひそちらからチェックお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。See you.